はい、皆さんおはようございます。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回はニュース見てますが、なんか特にないですね。新キャラクターの情報とか、普通に何もないって感じですね。はい、ということで、今回ね、リクエストではなくて、僕個人が、ちょっとやってみたかったキャラクターでバトルをしてみたいと思います。まずはね、肉食で、こっち、はい、ここにいますね。デイノニクス、はい、で草食で、アンキロサウルス第2世代ね。そしてディロフォボアということで、最近登場した新キャラクターでの、バトルですね。はい、これな、結構やってみたかったんですよね。はい、デイノニクスとか結構、ステータス低いので、なかなか出番がないかなと思ってたんですけど、なんかこのゲーム自体がそんなにインフレがないのでね、その辺気にしてもしょうがないかなと思って、はい、やってみます、やってみたいと思いました。はい、ということで行ってみましょうか。新キャラクターの3人でね。さあ、敵側はどんな感じになるかな。おお、インドラプトル第2世代、マジか。いや、ステータスに差がありすぎだろこれ。デイニクスかっこいいね。いやー、これステータスに差がありすぎだわ。これはきつい。デイノニクスにこんなインドラプトル第2世代とか、ちょっと鬼畜すぎるわ。2からの2。やられるよね、こんなの。そしてアンキロサウルス第2世代、かっこいいね。かっこいいけど、なんもできないよ。なんもできない。とりあえず、ため要因にしかやっぱできないね。これはきついね。アンキロサウルス第2世代。すごいかっこいいね、後ろ姿。どんどん倒されていく。そしてディロフォボア。さあ、この中で一番ステータスが高いディロフォボア。こいつは、こんな感じかな？よーし、やっと、一匹目倒せたわ。サルコスコス。めっちゃステータス低い。サルコスコス。3からの2。ということなんで、1ガード。はい。貯めても大丈夫かな。ガード。強いね。さあ、そしてさらに、インドラプトル第2世代。これはきついか。2来たら、てか4来たら、これは出待ちするしかないかな。出待ち、ポイント貯めてるね。さあ、7000。アタックは同じぐらい。さあ、これはどっちに勝利の女神が。おっと、来た。おーし、耐えた。これはいける。よし、ぶち込む。おーし、いけたぞ。ほほほ。おー、かっこいいね、ディロホボア。はーい。という感じで、いけましたね。デイノニクスとか、アンキロサウルス第2世代の出番がね、本当に、
ポイントため役で終わっちゃいましたが、ディロフォボアが圧倒的に強いんでね、いけましたね、なんとか。はい。ということで、モッドバトルの方も行ってみたいと思います。はい。ディロフォボアが一番強いので、先頭にしましょう。はい。で、アンキロサウルス。おっと、違う。アンキロサウルスからの、デイノニクス。デイノニクスとかかっこいいんでね、もっとステータスが高くてもよかったかなと思うんですけどね。さあ、これは、どうしようかな。猛毒と、サバイバルなんかがいいね。デイノニクスは吸血とか、まあ、ステータスが低いんで、まあ、クローンかな。はい。こんな感じで、いきたいと思います。さあ、どんな敵が、インドラプト第2世めっちゃ出てくるね。めっちゃ出てくるやん。やっぱディロホボアに警戒してんのかな？おー。強いね。さあ、猛毒。ボン。はい、クーラサウルスがもう半分減ったぞ、体力。回復。おお、マジか。回復。ってことは、猛毒が効かないぞ、これ。猛毒で減らしてても、一向に、できないということで。おお、なるほどね。アタックするしかないね。ほら。からの猛毒。はい。強いね、ディロホボア。はい、猛毒で。おお。猛毒対策として回復ってのを使えそうですね、普通に。さあ、貯めましょうかね。猛毒で。ばっこり。インドラプトル第2世代。バコ。さあ、4からの3。はーい、やられちゃいましたね。まあ、しょうがない、しょうがない。さあ、これは、マックスアタック突っ込むね。突っ込むしかないね。さあ、どうなる？お、ガードしてない。おー。かっこいいね。アンキロサウルス第2世代。かっこいいね。普通に。はい。いやー、ということで、新キャラのね、まあ、最近出た新キャラ、3キャラを使ってみてバトルをしてみたという感じでした。いやー、どのキャラもかっこいいね。ディロホボはやっぱ強いね。普通にユドンの次に並んでるっていうぐらいなんでね、めちゃめちゃ強い。はい。いやー、かっこいいしね。申し分ないよね。そういう感じ、自己満足のバトルでございました。で、なんかまたボスが、来ますけど、これはアルファ06かな。さすがにこの前あのオメガ09来たばっかなんで、これオメガ09じゃないよね。アルファ06っぽいな。はい、まあ、これもまあ楽しみにして待ちましょうか。はい、という感じで今回はこの辺で終了にしたいと思います。またね。